はい、皆さんこんにちは、りょうです。というわけで、潮時の座、フィアの夢の中に入って、シリーフォールサクス、討伐の方をしていきたいと思います。で、私の今回のこのエルデンリングの、初心者さんでもクリアできますシリーズはですね、基本的な立ち回りを紹介するという、ところにね、重きを置いているわけなので、強戦技なんかも使ったりはもちろんしているんだけど、基本的な動きを覚えてほしい。っていうのが、主の目的に一応なっています。はい。こうやったら立ち回りうまくいくよっていうのを紹介してるんだけど、今回はですね、その立ち回り、まあ、エルデンリングと知識という点においてですね、コーリアリが実は、シリフォールサクスにはすごくいいんだっていうところの紹介をちょっとやっていこうと思います。あんま多分動画でも出てないんじゃないかなと思うんだけど、知らない方も多いと思うんですが、このゲームって基本頭部分って、なんて言うんだろう、ダメージ判定が増える部分、とかっていうのがあったりするんだけど、シリュー・フォルサクスは、体に当てるダメージの倍のダメージが頭で入るようになります。ということは、およそ1000技で体に1000入るダメージがあったら2000ぐらい入るっていうような感じになるんだよね。だから、頭にダメージを入れる方法っていうのを紹介したいなということで、今回は、コーリアリを持ってまいりました。はい。で、ぶっちゃけで話をすると、コーリアリってどのボスに使ったっても、ぶっちゃけ最強格の一つなので、まあ、それは勝てるでしょって話になるんだけど、そうじゃなくて、その知識立ち回りの部分との兼ね合いでのコーリアリっていうのを今日は紹介したいと思います。はい。何でもコーリアリで片付けちゃったらね、それはそれでちょっと味気ないかなと思うので、まあ、立ち回りとしてのコーリアリっていうのを今回は紹介していきます。はい、じゃあ最初に基本の立ち回りからまずね紹介しておこうと思います。で、前半後半が特にあるボスでもありません。 HP 半分削ってもね、動きは特に変わらないので、こういう感じで中に入って体帯電したら、3秒後に雷落ちてくるんで、その雷をまあ歩いて避ける、もしくはローリングして避けるというような仕様になっております。はい、中入っていくじゃん。で、ペチンってするじゃん。当たってないけど。で、ペチンってするじゃん。で、歩く。で、雷が落ちると。こういうような感じです。で、中入ってって、ペチンって一発当てて、このまま走り去っていって、帯電してるから今は注意。はい。みたいな感じなんだけど、これ手間です。これどう考えても手間。で、炎とか吹いたら、基本的にはこう、当たってそうなんだけど当たってないので、全部この時計回り、もしくは反対回り、どっちでも大丈夫です。に向かって走っていきます。雷落ちてくるのかな？で、氷槍を、まあ、例えばこういうタイミングでさ、当てたとするじゃん。体だとこのダメージ感になるんだけど、あー、これやばいかも。今のも同じように時計回りで避けていいんだけど、ちょっとこの死の霧がたくさんあって、中入りました。だいたい体に対してこう十字の位置に飛んでいくから、それを避ける感じなんだけど、タイミングワーロス。はい、これ中入ってるローリングですね。で、この辺の距離感で頭にこうやって直接当てると、もうすごいいいダメージ入るよね、これね。ダメージすごくいいんだよね、これ。ほら。で、立ち上がった時も、これも同じように、横に向かって走っていきましょう。はい、当たりません。って感じです。中入って立ち回るよりもよっぽど楽なのが伝わると思うんだよね。で、このなぎなたは、前ロリ、前ロリって感じかな。はい。で、この辺の距離になったら、こう打ってみる。まあ、頭にタゲ取ると、頭動きすぎてね、ちょっと当てにくいんだけど、この辺かな。あ、死んだ。危ない、危ない。はい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 。見えないけど、なんとなくの位置を予想して、横向きに走ってください。どっちでもいいです。はい。こんな感じ。当たらねえ。はい、飛び上がった。なぎなたなんで、前ロリ、前ロリ。結構遠いな。って感じです。なんで、まあ、イメージ的にはこの辺の立ち位置かな。この辺の立ち位置。で、コーリアリー頭に当てて、これ首だった。この辺かな。はい。
って感じで立ち回っていただければですね、割と簡単に倒すことができますし、威力がめちゃくちゃ高い。体に当てたら1100なんだけど、頭に当てるとね、2200入るというような感じで、かなり頭が弱点になっております。なので、立ち回りとして氷槍を採用するっていうような感じの感覚で立ち回ってもらうといいのかなと思います。で、あと、まあ、アローレインだね、なんかを使ってみたり、ラダンの弓なんかの大弓バージョンのアローレインだね、なんかもうかなり強いと思いますので、頭固定して、撃ってみるとか、というふうにしていただければですね、弓や最大強化系統の立ち回り、まあ、ボルトでもいいんだけど、そういった立ち回り、あとは魔法だね、頭にポコポコ当てるような立ち回り、なんかもかなり、有効性の高い、戦略になっているんじゃないかなと思いますので、シリュー・フォルサクスと戦うときは頭が弱点だというのをしっかりとね、意識していただければと思います。というわけで今回はこれでお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。